難解な本を記憶に残す方法。精神科医カバサーシオンのカバチャンネル、今日は北海道の定山渓温泉、ちょっと小雨が降る中からお届けしています。今日は質問いただきました。チコさん、48歳女性、歴史、宗教、政治、経済等の本を読んで勉強したいと思い立ったのですが、読むだけだとすぐ忘れてしまうので知識を暗記したいのですが、いちいちノートに書くのは大変なので、何か効率よく記憶に残せる読書法があればアドバイスよろしくお願いいたします、ということなんで、そういう読書術に関してはインプット大全に丸ごと一章をかけて詳しく書いてあるので読んでいただきたいのですけども、今日はその中でも一番重要なエッセンスだけをお届けするとしますと、基本的に読書の場合インプットだけを一生懸命してもですね、ほとんど忘れます。なのでアウトプットをしない限り忘れるというふうに思ってほしいですね。アウトプットを2週間に3回すると忘れないのです。だから本を読んでいてここ忘れたくないって言ったことをアウトプットすればいいんです。簡単でしょ。別にこれ知ってることをアウトプットする必要はない。だから逆に言うと、ここ記憶に残したいわっていうのがありましたら、それを必ずアウトプットするということです。ただアウトプットするって言ってもいろんなアウトプットがあるので、気軽にできるアウトプットからちゃんとしっかりとできるアウトプットまでね、いろいろやっていくってことがいいと思うんです。一番簡単にできるのはアンダーラインってやつですね。マーカーで線を引くっていうのがとても簡単にできるアウトプットですね。あと付箋紙っていうのも後から見返しやすくなるっていうのと、そこに貼ったっていうところを記憶しますので、手を動かしてるので実は付箋紙っていうのもアウトプットと言っていいでしょう。あるいはですね、本のページの余白に何か思いついたことを書き込む。これ後で調べてみようとか、これもう一回読み返してみようとか、関連文献まで辿ってみようとか、この著者って他の本に何書いてあるのかなとか、そういうことを思ったらそこに書き込んでいくというようなこともね、やったりするとアウトプット。今度メモですね。一般的にね、メモする、紙にメモする、あるいはスマホなどにメモするでもいいでしょう。さらに一歩進むとノートなどをきちんと取るということになる。さらに進んだアウトプットになると、読み終わった後にきちんと感想を書く、あるいはそれを感想を書いたものをブログや SNS に発表するというような形で、どんどんマーカーからそういう感想を書くっていうところまで、アウトプットの程度っていうのが低いのから高いのまでいっぱいあるわけね。だから難解な本を読んだ場合、あなたが記憶に残したいと思った場合、何がしかの方法でアウトプットしてください。メモでもいいですし、付箋でもいいですし、マーカーでもいいでしょう。ある程度読み終わった時にきちんと自分で感想なり、自分の気づきなり、この本を読んでこういうことが学びましたっていうところ、自分が覚えたいところね。ただ自分が覚えたいところをアウトプットを2週間に3回やればいいので、今度それを誰かに話すとかね、そうすれば2週間に3回になると思いますので、記憶に残したいところをアウトプットするというこの基本法則だけ覚えておくとですね、どんな難しい本でも、簡単な本でも、専門書でも、技術書でも、論文でも、ありとあらゆる読むインプットを記憶に残すことが可能です。学校の勉強とか学校の試験って結局細かいところとか重箱の隅を包むようなところって出ますよね。だから学校のノートの板書っていうのは、先生の言った板書を全て 100% 書き取るし、先生が言ったことも一字一句書き取ると思うんだけど、それは言ったこと全部覚えないと試験にいい点取れないからね。だから皆さん方が普段読む本っていうのは一字一句全て暗記する必要はないので、自分が記憶に残したいと思ったところをアウトプットする、メモする、マーカーで線を引くってことをね、やっていけばいいと思いますので、記憶したいところをアウトプットすればいいんだっていう、このアウトプットの基本法則ね、ここだけ知っておくと、すごく皆さんの記憶、必要なものが記憶されるという素晴らしい状態になると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。樺沢流の読書法の最新のものっていうのはね、インプット大全って本に詳しく書いてありますので、ぜひ気になる方読んでほしいなと思います。精神科医が教えるストレスフリー超大全、ぜひこの本であなたのストレスフリーを実現してください。全国の書店で絶賛発売中。